明けましておめでとう。イエーイ。あれ？なんか全然飛ばなかった気がするんだけど。イエーイ。はい、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね2018年の一発目の動画、こちらの福袋開封やりたいなと思います。はい、これはですねビレッジヴァンガード、エイシン君顔見えてないけどね、ビレッジヴァンガードで購入してきたものですね。すごい、ね、本当はねビレッジヴァンガード1万円の福袋あったんだけど、あーゴールド、まあゴールド、うん、なくなってました。シルバーとイエロー買ってました。あ、シルバーね、うん、いいと思うよ、うん、幅広いし。そうだね、うん、まあ本当のこと言うとトイザラスの福袋が欲しかったんだけど、うん、それも売り切れてました。まあ、2日に行ったからしょうがないね、うん、なんかガールしか残ってなかったんで、ね、はい、そう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 。なんかこれすごいいっぱい入ってそうなんでね、うん、新品名品の数々って書いてあるね。そうなので今日はこれを開けていきたいなと思います。はい、じゃまずはイエローから、イエローから来ましょう、はい、おおい、なんかいっぱい入ってるよ。よいしょ、時計、時計入ってる、嘘、逆さ時計だ。逆さ時計、うん、あれだよ、鏡の後ろとかに置いといて鏡に反射させて見るやつ。あ、ということはあの時計回りが逆の時計回り、逆回りになるやつ。すげえ、これいいかもしんない、うん、洗面所に置こう、これやったね、うん、いい、割といいの入ってた。すごいすごい、いいわこれ。おお、これやりたかった、これやりたかった、出た、入ってた、いや嬉しい、奇跡だ奇跡。でもこれチャッチー版だなまあいいんじゃない、うん、まあいいね、あー、よかったよかった、すごい、おや、おな、なんだっけ、これはみたいなのが、あ、ウォールポケットだ、ウォールポケット、あの、壁にかけといて、うん、あの、その中にこう、いろいろ入れる、あーと、あー、こういうやつ、なんか、そういうやつね、うん、あれ次はな、なんだ、なんだこれ、シャワージェルとハンド&ネイルクリーム、ローズの香りだって、こう、ママにあげます。そうだね、いいね、よかったよかった。これはコースターだって、うん、コースターって、ステッキーコースター、ペットボトルやドリンク缶などを倒さない、あー、あー、なるほど、コップのフチコ、バットのフチコってなってる、え、嘘、バットのフチコってなってる、うん、あとはなんかチラシだね、あ、こ、これだけ、これだけ、だけだ。続いてこちらシルバーですね、これは5000円しました。じゃこれも開けていこう。まずはこれからいってみようか。これ何これ？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 なんか頭にかぶる、あれ？え？何これ？これ、うわ、でか、柔らかはぐれ女子だ。リラックスローラー。あー、トレーニング用品だ。これ。次がこれ。なんだこれ？何これ？バッグ？バッグ？違う？何これ？ペットの寝床みたいな感じだじゃない？そうだね、なんかわかんないね、うん、ちょっと後で開けてみようか。そうだね、何これ、なんかかわいい、これもフチコみたいなやつだもんね。ね、カップウーメン3だって。あ、これもフチコみたいなやつだ、テッド2だって、うん、垂れ下がりとかこんな小物いっぱいあるんだね。最後はこれ、スクイーズかな、これスクイーズだね。以上だね、あとまたチラシが入ってます、はい、微妙待って待って待って、これマスクじゃない多分、置物、うわ、違う、これ壁にかけとくやつだマジかよ、こんなんいらねえの、耳も入ってたということで、これなんとですね飾りだね、すごいリアルな飾りだねここにね、あの引っ掛けるところがあるんだよ、うん、こんな感じでこいや、邪魔邪魔だよこれ、邪魔いらないこれ、嘘でしょ、珍品すぎるでしょ、ほんと珍品だよ、いらないお人形さんだしねこれね、そうだよね、かぶり物だったらまだよかったけど、うん、これは何なんだろうね、ねえ、なんかあげられる、はっ、カバン、あー、いや、カバンじゃなくてあの着た服とか入れるやつ、あー、まあこれもうちなんかカゴあるからさ、ちゃんと、ね、いらないけど、いらないですね、まあでもあれだ、結構綺麗だね、パパの部屋のゴミ箱にするわこれリラックスローラー柔らかほぐれ女子だって、
ぱこういう用途でエクササイズに使うみたいだけどね。へえ、うん、なるほどね。あ、こういうのがあるんだ、ほらこうやってふってこうふってこう来てるのに無理でしょ。続いてこれがカップ麺だね、うん、これはねカップラーメンのこの蓋のとこの重しとして置いとくやつみたい、うん、結構軽いけど、軽いけどね、うん、まあ紙をこう蓋しとくぐらいだったらいいんじゃない。うん、続いてはテッド2のこのぶら下がりテッドってこの縁子みたいなやつが出ましたね、うん、はい、はい、最後がスクイーズだね、うん、これが一番嬉しいかもしれないもちもちだあ、これ一番いいわ。気持ちいい。今回一番がっかりしたのはこれだな。そうだな、あ、耳取れちゃったはい、ということで2018年一発目の動画はですね、ベルチヴァンガードの福袋を開けてみました。はい、実用的なものもあるけれども全くいらないものも入ってて、うーんって感じかな、うん、まあでもネタだからこれは ね、 そうだね。まあでも楽しかった。開けててワクワク感あって楽しかったしこれも良かったもんね。うん、来年もしちゃんとね福袋買える機会があったら1月1日にちゃんと買いに行きましょう。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。2018年の皆様よろしくお願いします。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。